ああすすいまませんこんこにちはミラクル沼尾と言います今日は僕の大好きな映画「その男凶暴につき北野武監督1989年これについて話そうかなと思うんですけどネタバレです。 なのでネタバレが気になる人とかはあまあこの映画面白いのでとにかく見てから僕の動画を見ていただければなと思いますけどそう,そうですねまあ人によって映画の感じ方っていうのは違うと思うので、まあ、あくまでも僕が感じたいい点とか僕が感じた感想思いここがいいとかっていうのを、えー、話していこうかなって思いますね。 あの初めて初見は、えー、僕はテレビ放送ですね。この時期89年っていうと僕ちょっと忙しかった時期で映画その,そのものをあんまり見れてない時期ですね。でテレビ放送で初めて見た時にまあ面白かったと。この映画最初から最後までずっと面白くないですかっていうかこの映画ダメな点なくないですかだってまずタイトルいいじゃないですか 「その男凶暴につき」っていうタイトルもなんだろうなそれこそ最近だと「その男アイドルにつき」だったりとか何かいろんなタイトルにパクられてこすられてもうその時点でどんな,なんかこすられ方をしようとも成功している証拠ですよねで音楽もいいしキャスティングも素晴らしいし内容もいいしえー何ですかね ダメ点ないですよ、ね、まあちょっと一箇所あの気になる点が僕は個人的にはあるんですけど、まあ、そこは後々言うとしてしかしまあこれが初監督っつうんですからねもう驚きですよねいきなりこれ取れますかねだかやっぱりちょっとそのまあ月並みな言い方になっちゃうかもしれないですけどやっぱ天才だと思いますね。 いきなりこれが撮れがるっていう、まあ、ただあのちょっと、まあ、残念ってことはないですけど、えー、北野武映画全部で長編が今18作品あるのかなでうち僕は13作品ぐらいは見てましてまあ「キッズリタン」とか「花、え、火、ー」とか「育ち」ねあたりが好きだったりはしますけどやっぱり一番これがその男共謀につきが好きですね。 もう最初だっていうのもあって、えー、もうここには本当に、えー、北野武志の,の全,全部がその後の全部が詰まってるぐらいの、えー、感じがします。で、えー、話していく前に一つちょっと言っておこうかなって思うのがこの映画って「キチピー」っていうあのー、ギリギリ放送禁止用語になんか入るかなみたいなある四文字がキーになってるんですよ。 そこは言わないわけにはいかないので、えー、基地 P の部分は、えー、外基地にします。あのちょっと逆にしてみますね。そんな感じですかね。そしたらまあ一応ですね、僕がいいなと思った点をまあ十二個、えー、下に書いてあったりするんですけど、えー、まあこう僕が分かればいいだけだったりするので、あのー、まあドアタマの OP からちょっと言っていこうかなと思いますけど、まあその。 OP が素晴らしいですよね。その、えー、中学生3、4人が、えー、公園にいる不老者をボーボーにすると。えー、そのつかみが、まあ、とにかく全部の時間を有するアートは前の動画でも言ってると思いますけど頭がとにかく大事なんですよ。曲にしたって小説にしたって最初の一行がめっちゃ大事だったりもするし映画の場合は 頭の部分をちゃんと見てないと後に起こることが分かんなかったりもするしブックエンド地ってドア玉とケツで同じシーンで挟んで終わるっていうのもあったりするから内容的にも表現的にもドすすごく大事なんですよねでその、えー、公演で、えー、不老者を暴行している中学生のつかみっていうのはすごくインパクトがあっていいなってもちろん思いますけどそこよりも僕はですね あ,のあえて「おお前らやめろ」って言わないじゃないですか東刑事はあ主人公の東刑事。えー、でわざわざ「じゃあねえじゃあねえ」なんつって中学生が帰ってった後にまあある一人の少年のまあ狙いを定めてっていうか後つけてったんでしょう、えー、家に帰ってって入るのを確認してからまあやってきてでピンポンって押して入ってって「2階ですか?」なんつって上がり込んでいくとここの。 えー、知らないご家庭に上がり込んでいくっていうところの、えー、表現が僕はすごくいいなって思ってます。まあ32年も前の映画ではありますけど多分ですよ多分、えー、もうお家の中だけで問題を解決できないと第三者の介入が入ってこないと、えー、家庭の問題っていうのが解決しないみたいなことを 僕は案に批判している表現かなって思いますねなかなかあずかずかと警察だからといって、えー、知らないご家庭のお家に入っていくっていう、えー、そこのインパクトもすごく僕はありましたね。で部屋に入ってて、まあ、ビンタするっていう流れ。えー、川を行く船、えー、橋あああの橋がありますよね。橋も、えー、下の川を 通っていく船もある意味前,前振り伏線みたいな感じで、えー、まあ橋の上に小学生がいて橋の下を通っていく船に対して空き缶を投げるとでコラーかなんか言って怒られて子供あの小学生たちが走っていくそうすると向こうからドンチェッチェッドンチェッチェッドンテレレッテ,ッテ,ッテッってつって東刑事が来るとここがすごく 歩きってとこがいいですよね。まあ、2番目として歩きなんですけど、まあ、出社するところのシーンじゃないですか？別に車でねえー。仕事場行ったっていいところをなぜわざわざ歩くかですよね。その歩きって皆さんどうですかね？えっ、ー、と僕だとまあ、音楽は聴くけど、アホみたいにえっ、ー、と歩いてる時とかってえー、聞かないんですね。なんか自分の中でリズムが出来上がりませんか？ 歩いてる時って勝手に。僕だけなのかな？なんか？自然と、えー、なんとなくリズムを刻ま刻みませんか？だなので歩くっていう、えー、行為自体にまずリズムだったりとかテンポがあるなと。と、えー、さらに言うと歩くっていう行為って、その人の個性がすごく出ると僕は思うんですよ。あの、例えば遠くに誰かが？ あ遠く歩いててでも遠くても「ああの人誰々ちゃんだ」とかって分かったりする時ありませんなのでなんかその人の姿勢だったりとかなんか独特のなんか猫背のラインだったりとかもちろんその歩く時の仕草だったりとかで歩くくっていいうことと自体にすすごく僕は個性があるなと思いますねで出社していく途中で「歩く吾妻刑事を」 あの真横の土正面から撮るじゃないですか。でおでこから上が切れてて、えー、なんか。当時撮影監督だか、なんか、常監督だか、何だかに、その。えー、言われたと。でも、僕はもっと切れててもいいかなと思いますけどね。東刑事って分かれば、もっと切れてても全然いいと思います。あのつなぎの、なん、か感じだったら、多分もっと切れてても。東刑事って、多分分かると思うので。 えー、でですねその今歩いてるところの端の、まあ、僕が口真似している、えー、曲ですね、えー、エリック・サティの「グノシェンヌ1番」これをまあ持ってきたっていうのがすごくいいですね今も、えー、サティの「グノシェンヌ3番」がなんか CM に使われてますねなんか生感覚とかいうコンタクトレンズの CM に使われてますね デン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 みたいな何とも言えない寂しげな東洋なのかヨーロッパなのかどっちも感じますけどその旋律ジム・ノ・ペディとかも素晴らしい曲だなと思いますけど。 あのエリック・サティを持ってきたっていうのがそのまあルイマルの「えー、鬼火」とか一応まあ見ましたけど、えー、そういうのっていうよりかはそのエリック・サティを持ってきたっていうところが、うん、とすごく、えー いいいかなって思います、ね、その初見の時はちょっと前の、えー、伊丹十三監督の「マルサの女」あれも素晴らしい映画ですけど「マルサの女」の「テレテテレテテレ」「ツテテレ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 」「ツとツとパカツとツとツとパ」っていうあれもすごく印象的で権藤でしたっけあの山崎努が演じるそれのなんかその俳優とテーマがワンセットみたいな。 そういう打ち出し方をちょっと初めてね初見で見た時は感じましたけどまあ回を重ねて見れば見るほどあんまり関係ないんじゃねいかなっていうかやっぱりそれは北野ののものにちゃんととなっていると僕は思いますねあのまあ参考程度にエリック・サ・ティをちょっとあの言うとあの家具の音楽っていうのがあって、えー、1920年あのもう自分の作った音楽は ちゃんと聞いてくれなくていいよと、もう家具と同じ扱いでいいんだっていう、それこそその僕の大好きな Y.M.O. の B.G.M. みたいなことをもう千九百二十年にやっていたりとか、あとベクサシオンっていうね曲なんかは、あ一、まあ、分弱ぐらいのパートを八百四十回繰り返すだけの曲だったりするんですよ。もうそれやってることテクノですよね。それが千八百九十何年だったかな、もう百年以上前にやってたりとかして。 まあ後で僕動画作ろうかなと思ってますけど大好きなまあマルセル・デュシャンとかとつながりがあったりとかジョン・ケージにすごく影響を与えたりとかエリック・サティっていうもうあの作曲家自体があの素晴らしいなと思いますね。でまあ出社するとそうすると新任の新任っていうか新しい所長の佐野史郎がなんか朝の挨拶してるところをまあ東は聞いちゃいないと。 そこににいいないとで、えー、所長に呼ばれる、えー、昨日のその、えー、不老者を暴行していた中学生をなぜ現場で抑えなかったのかっていうツッコミをされると。で3つ目ですね「1人じゃどうにもならんでしょう」この「えーまあ、お前現場にいたんだろう偶然ですじゃあそこで逮捕しろよ」「1人じゃどうにもならんでしょう」と東刑事は言うんですよ。 この「一人じゃどうにもならんでしょう」を聞いた瞬間僕はあの例のあの事件ってまあ僕言うまでもないですけど当時すごいもう話題になったじゃないですかで、えー、武志軍団を引き連れて、えー、行くんですよねで。そのフライデー襲撃事件が あった後の記者会見で、えー、記者の一人からこう聞かれます最初から一人で行くつもりはなかったんですかとそ,それに対してたけしは一人で行くのはおかなかったねと一言言うんですよこの一人で行くのはおかなかったねっていう言葉がすごくなんかカッコつけてないし正直に言ってんだけど すごく僕はいいなって思いましたねなのでここの「一人じゃどうにもならんでしょうは」はもう、えー、実生活のビートたけしでの出来事も絡めてんじゃないかなと、えー、感じましたね。えー、次4つ目妹あかりはいはいあのちょっと普通じゃないっていうか、まあ、精神的にやられている妹、えー、で 入院してて退院するっていうところで、まあ、迎えに行くとその時もあの退院おめでとうみたいなところはもちろんなくて担当医だった先生と、えー、あかりとま、えー、で歩歩いいてて廊下を歩いてきますよねでそこもやっぱ歩きだしこう曲がるで曲がったところもまた、えー、真横の土正面からカメラが捉えると。 でその後、えー、お祭りと海を見に2、えー、人で行くんですけどなんかどっかで、えー、その祭りとか海のシーンいるみたいなのをんか昔僕なんかブログかなんかで見た気がするんですけどあの,この映画無駄なな部分一個もないろいろ、ねあ,まあ、あるとは思うんですけど、まあ、単純に、えー、退院して気晴らしいじゃないですか。<laughs> 気晴らし大事だし、なかなかね。精神病院的な病院から退院してきて直帰します。まあ、直帰する人もいるんでしょうけど、やっぱりね。気晴らしにどっか行ったりとかで、なんかあの東が祭り行こうぜとか言ったとはちょっと思えないじゃないですか。どう考えても妹の明かりがお祭り見たいとか海見たいとか言った風に僕は思いますけど、そ,そもそもその後を見ていくと。 映画っていうのはもう海絶対大体出てくるじゃないですかなので海自体に対して何かこう監督は思い入れがあるんじゃないかろうかなと、まあ、思いますけど、えー、それでああそっか後にあの大体海だの河原だの、えー、そういうところにいる時の明かりはあのいい表情をしてたりしますよね。 えー、次5番目いわき刑事あ先輩のいわき刑事ですねこの人もいいですね非常にね。あのまあ東がすごくお世話になっている「先輩刑事」っていう、まあ、役どころなんですけど、えー、DV の旦那と、えー、奥さん、まあ、若い夫婦 をなんんか廊下ででちょっと説教してるんですよねあの多分奥さん殴っちゃって通報されて、えーまあ、その旦那の方を岩、えー、き刑事が説教してるっていうところで、まあ、最初はなんか DV の旦那もふんふん聞いてるんですけど、えー、エスカレートしてきちゃって岩、えーまあ、き刑事にひどいことを言うと。 でか、えー、ならでからしく泥棒のケツでも追いかけてたらどうなんだよとでそれをたまたま通りかかった東が聞いちゃってその旦那に蹴りを一発入れるとで倒れたところのなんか顔だか頭も蹴ってえを、ー、紐なら紐らしく女大事にしろバカ野郎とおバカ野郎出ましたね。 あのこれバカ野郎もすすごくいいですよねもう代名詞的なセリフっていうかキャッチコピーみたいな「ファッキンジャップぐらい分かるよバカ野郎」みたいな後の、えー、ブラザーのところにも出てきますけど、まあ、そこで、えー、てめえが働きいいんだよとでまた小さく蹴って、えー、その後いわき刑事に誘われて、えー、下の自販機前に東まっ いわけは行くとそこでの僕は会話もすごくあのいいなって思ってて、えー、まあそのカップルの「えー、女は返して男はちょっと待たしとけ」って、えーま、なんかね部下に言って自販機前に移動するんですけどまず最初に「何かか飲むかあいいです」「あかりちゃん元気になったか?」「はいあれだな子供が一人できたみたいなもんだな」 俺んとこも秋には生まれるしなという会話がありますここのまず何か飲むかが僕すごく好きで、まあ、僕も、まあ、僕フリーなのであんまり上下関係ってないですけど仕事でお世話になってるえ下の人間にはなるべくおごります飲み物とか缶コーヒーなんて110円ぐらいじゃないですかどってもとないじゃないですかそんなの。 奢ったととこころで生活苦ししくなるなななるんんてことはないしなんだけどまあ奢れない本当に、まあ二2 3歳ぐらい30年前ぐらいの時にバイトしてたところでの,あの先輩たちにはすごく僕はよくしてもらいましたけどそこからあとは本当に何かこうちょっとしたところで、えー、缶コーヒーをおごってもらうみたいなことは自分がなかったですね自分も。 なので、えー、ここで何、えー、か飲むかっていうのはすごく僕は大事だなって思いますねそういう人本当に少ないですよねなるべく僕は本当あの世話になっている人には飲み物ぐらいはおごったりするように心がけてはいますけどで、えー、その後子供が一人でき,たできたみたいなもんだってなって 俺んとととこここもも秋には生まままれるしななすここすごくういなと思い思ね例えば、えー、精神的にやられている人と生活を共にしているご家族の方々は「大変」っていう言葉を使わないじゃないですか絶対。もちろんそれでいいと思うし僕もそう思います。だけども「あの子供っていうのがあの言葉が出てきた瞬間なんかこう平らになるっていうか。 あの「子供イコール大変」ってみんなもう一般常識としてあ頭にすり込まれてるじゃないですか「子供育てるの大変だよね」みたいなことを割と日常的に言ったりもするのでその意味でもこの秋に子供が生まれるっていうことを「えー、あかりちゃん大丈夫元気かい?」って聞いた後に言うっていうことで「俺も東と同じぐらいいろいろあるぜ」っていうことを岩城刑事は言ってるっていうことじゃないですか。 そこの表現もすごくうまいなって思いますし、あと、岩木刑事ってもうすでにそこそこの年配なすね、刑事じゃないですか。結構お年をも,もう召してますよね。で、今から子供かと。え、大丈夫と。え、刑事の安月給でやっていけるみたいな。で、もっと言うと、なんか裏で悪いことでもしないとやっていけねえんじゃねみたいな。このなんか後の <laughs>。 部分をちょっと示唆するようなやり取りで、すごく僕はここいいなって思いましたね。えー、まあそんなこんなで、えー、次に清弘に殺される柄本。出た清弘。まあ白龍っていう存在はもちろん僕知ってましたけど、まあ役者さんとか俳優さんとかに使うっていう言葉をあんまり僕は使いたくないですけど、まあわかりやすいんで使うと。 こういう使い方があったかって思うぐらいまあ本当に白龍の、えー、清弘は適役、素晴らしいキャスティングだなと思いますね。で柄、えー、本演じる遠藤健一、まあ、この後にねすごく売れっ子になりますけど若いですよねここでのね柄本演じる遠藤健一は。で、えー、白あっていうか、えー、清弘ね清弘は 役の売人役の倍人は榎本で、えー、売人に薬を渡すのが清弘なんですよねで、えー、まあ榎本の方がもうちょっとまあ設けさせてくださいよって清弘に言うとで、えー、まあそこでお腹のあたりを数回、えー、まあ刺されて早くも榎本は死亡ということになってうんとまあ次の日ですかね、えー、まあ その事件現場に向かう、えー、東と菊池とあ菊池の話をしてなかったですねもう菊池もまたいい感じですね本当に慣れてない新人融通の利かない真面目さダメ <laughs> っていう感じがもう本当にいい感じで出てますよね。 でまあ、2人で向かっていろいろあるちょっとここは省略しますけどで、えー、東は帰宅するそうするとおうちに、えー、あかりが知らない男を連れ込んでいる男はパン1位まあやったなと <laughs> やったとっていうのがもう分かるとでもう慌てふためいて、えー、パンツ履いたりしてると「あのあかりじゃん!」 一番近いい駅どこだっっけななんつって言うじゃないですかそうあバス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 停まで行こう俺,俺送るからみたいなあ,のあくまでも東はあの妹の前では普通をこうね装っててで部屋を出た瞬間後ろから蹴るとで、えー、階段を転げ落ちる男でそこからまたバス停まで歩きますよねその歩きがまたいいじゃないですか歩くっていうのはまたテンポがあってそのテンポを刻んでる途中途中にコン コ,ンコ,ンコツンコツンみたいな感じで、えーまあ、下の方で蹴飛ばしてたりとかこづいたりとかすると、まあ、そこもすごく僕は好きですね。えー、次6番目田ね、えー、殺された柄本から役を買ってた人物としてオ、えー、田という若者が浮上してくると。 えー、同棲してたと思われる女性のタレコミもあって東と菊池とあと運転手役の刑事、まあ、3人で塩田の、えー、家に部屋にアパートにこうガサ入りに行くとで現場に着くと本庁から、えー、2人の刑事も来ていて、えー、ちょっと先輩っていうか上の刑事が三宅、えー、でちょっと下っていうかあのパンチパーマみたいなねあの頭の、えー、東に絡んでくる方の えー、刑事が佐藤という2人がいて、えー、4人であ5人か、まあ、1人、ね、運転手だったあ刑事は下で子供の面倒を見てるっていう状況で、まあ、部屋に行くと。そうと師匠っ結構強いじゃないですか。 でででえっと最初に菊池が行くんですよねでそこをやられる次に佐藤が行くそこをやられる三宅行くそこをやられるで最初にやられた菊池が「窓から逃げます」みたいなことを言ってで東がまあ追うと。で、えー、外で子供と遊んでいた運転手の刑事があのまあ 潮田を遮ろうとするけど、まあやられちゃうと。で、その時に子供が遊びで使っていったあれ金属バットですかね。金属バットを手にして、あの、運転手刑事を殴るんですよね。で、頭殴られちゃって流血して、結構ひどいやられ方ですよね。で、そのまま潮田は金属バットを持ったまま逃げる逃げる逃げると。で、その潮田を東が追う追う追うと。 まあここのひたすら追っていくシーンも名シシーーンンでですすよねね大好きなシーンです、ね、もっと長くていいかなと思うぐらいここ長け,長ければ長いほどなんかリアリティを感じるしでまた菊池がまあダメでねイラ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 しますよもう本当にもう見てる我々があそこはイライラすればするほどシーンとしてはもう大成功ですよね。 ね、もういつなんかもうこういう時はいいんだいいんだって言ってるのに「いやそこいつなんです」なんつってしび、まあ、れを切らして東が「運転変われと」とであの菊池とかして、えーまあ、自分で運転するとで運転して、えー、潮田を追い詰めるとでその時にあの「うら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 」なんつってあの引くか引かないかみたいな感じで攻めていくじゃないですかで急にキキキキって止まるんですよね。そうもうあの潮田の 姿がそこにはなくて「ああ」みたいな菊池が「何もそこまですることないじゃないですか死んじゃってんじゃないですか」なんて、まあ、突っ込まれるとで23秒ぐらいですか静かな状態になってるといきなり、えー、サイドから金属バットで潮田がガラスを割ってくるとで思わずそこでガバッと東があ菊池をかばいますよね。 で「生きてんじゃないかこのバカ野郎」なんつって、まあ、またバカ野郎出ますけどでそこで潮田がフロント側に回ってフロントガラスをた叩き割ってくるとで、えー、バックしてバックした衝撃で潮田は、まあ、落ちるとで、えー、ギア入れ替えて前進してこうドーンって潮田にぶつけてあえてね、えー、まあ引くまではいかないですけど、まあ、あえてぶつけてで倒れる潮田と。でその その後は車から降りて東がまあ潮田をボコボコに殴るんですけどその直前でえ転がっていたその潮田がね手にしてた金属バットを東が蹴飛ばすすんですよねそこがすごく僕は好きでその人を殴ったりする時にえまあ物とか武器を使うんじゃねえとこんな金属バットなんていらねえパーンって蹴るような感じ。 そこの表現がすごくいいなと思いますね。ちょっとした部分なんですけど、で、またあの、まあ、先に東が気がついたから、当然ちゃ当然なんですけど、菊池のその要は後輩をかばいますよね。東がね、そこもいいし、もっと言うと、塩田の部屋にその踏み込んだ時に、塩田強くてやられていくじゃないですか。で、えー、下の後輩の佐藤刑事を。 三宅刑事が上に乗っかっかて守,る守りますよねあの蹴ってくる塩田を上に乗っかって、えー、後輩を守るとここもすすごく僕はいいいなと思いますね、まあ、働いててさ本当に先輩が後輩を何かあった時に守るっていうこと自体もまあ見ない <laughs> ほぼほぼ見たことがない。 上の人が下を守るという状況なので繰り返しますけど32年も前だけどもうその時点でまあ後輩をかばったり守ったりする先輩は少なくなってきたなと監督は思ってたんじゃないかなと思いますね。なので 先の自販機で何か飲むかっていう発言とこの後輩をかばうっていうこの2箇所この3つは同じような意味合いが僕はあるかなと思います、えー、そしてその後7番「橋爪めビンタ」橋しめビンタねまあ23発数えるとまあビンタされるとえー 役の売人として橋爪と酒井という男が浮上してくるとで、えー、2人はディスコで商売してるっていうことで東と菊池は張り込みしててでちょうど商売が行われているところを見計らってトイレに乗り込んでいくとでそこですまあいろいろ僕も映画見ますけど大体忘れちゃうこと多いけどこの トイレでビンタシーンはもう初見時からずっと記憶にやっぱりありますね。まあさっきのシオタをね援援追うシーンもあのすごく記憶に残りましたけど、えー、まあそこでもやっぱり、えー、僕はその23回も繰り返されるビンタに、えー、リズムや音楽を感じますよね。その、えー、まあ、えー、どっから役仕入れてんだよ知らねえよバーン。 イーバーンっていうのが、まあ、繰り返すじゃないですかそのの、えー、の方の知らねえよもすごく僕うままいいなと思すすねすごくやる気なく「知らねえよ」って言ってるじゃないですか「知らねえよ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 知らねえ,知らねえよ」みたいななんか弱い弱い弱い一くらい弱い弱いでっかいみたいなここももうリズムだったりテンポだったり強弱だったりで。 ほぼほぼ音楽に感じますねそもそもツービートでビートたけしでしょなのでもうやっぱりリズムに対しての意識っていうのは、えー、漫才をやってる時からあったんじゃなかろうかなと思いますねやっぱり漫才とかああいうのも言葉のテンポだったりリズムって絶対あるじゃないですかなので、えー、そういうのもこのシーンで感じるとで、えー そうですね。橋爪めももういい加減やめてくれってなって、えー、まあ、知らねえようを繰り返した後に、えー、まあ、吐くと、えー、岩城が横流ししてんだよと。でも、ここでもうみんな凍りつくと。ええー、と、岩城刑事が横流ししてるってってなって、えー、てめえ、てめえだって仲間じゃねえのかって言われて、最後一発、ここでビンタじゃなくて拳で殴ると。この最後の一発を、 拳で殴るっていうのもうまいなぁと思いますね、本当に。結局出だしになんか橋爪、えー、は二発ぐらい蹴り入れられますよね。そうするとトータルここで二十六発殴られてるという流れですね。で、まあ、バラして入っちゃったから、あまあ清弘に電話する橋爪栄と。でまあ正直に。 まあすいません入っちゃいましたなんつってそうすると清弘わざわざ連絡ありがとうみたいなことを言いますけどまあ全くそんな風には当然清弘は思ってないですよねそうすると駐車場のシーンに変わり橋爪めと境に呼び出されるいわき刑事ということになりますで車に乗って薬持ってきたかって聞かれると 何言ってんだ、チンピラがみたいなことを言われますよね。そうすると、てめえだって二頭にやられるんだと、もう集まってデカがあんたたちを調べてるぜと言われる。で、岩木刑事はまあやべえなとピンとくるものがありますよね。えー、その後、八番目 SF。まあ SF っていうのはあのストレベリーファームの略でございまして、あのまあ。 がをんで喫茶店で,刺しで話すすシーンがあるじゃないですかその喫茶店の窓のところにストロベリーファームって書いてあったっていうだけなんですけどそこの会話もあえて見てる我々にはあのセリフをこう見せないっていうか具体は見せませんよね。でなんか みたいな寂しそうな曲がかかってるだけまあここの曲もいいしそのねなんていう会話が関されてるかは見てるあなたたちで考えてくださいねみたいな表現も僕は大好きですね。 えー、その次署、えー、長に呼ばれる東「岩、え、木、ー、がまあいなくなったと」と「お前岩木と仲いいよな」って聞かれて「どこにいるかわかるか」っつって知りませんよと「えー、本人に聞きゃいいじゃないですか」って東が言うと「えーまあ、いない捕まらないんだよと」と、えー「マスコミが騒ぎ出してさ家にも帰ってないようだし」と言われて。 いわきの自宅に東が行くとでここも車じゃないんですよね歩きで行くんですよねでいわき刑事の自宅近くっていうか自宅の横の道路を、まあ、また歩いていきますよねその歩くシーンもまたこうカメラこっち行って真横の土正面から撮るじゃないですかそうすると車が2台止まってるんですよねで、えー 東なめで後ろに車があるから、えー、セリフとかじゃなくてままななめでその車ににどんな人がが乗ってるかが示されますよよねねここもうまいよ、ね、本当に最初の1台には見るからに危ない人たちが乗っていてもう1台にはマスコミの関係者みたいな人たちが乗ってるっていう状況を、えー、真横の土正面の歩くシーンで説明すると。 で、その後、自宅に入って、えー、いわきの奥さんと話すと。で、いろいろと迷惑かけて、すいませんね、なんて言われて、えー、どこに行っちゃったのかしらね、なんつって、まあ、当然、もちろん、まあ、奥さんも知らないと。そうすると、頭に出てきた橋、橋の下を通る船、船に乗るおじさん、斜め45度上を見る。 そののの目線の先には首をつってて自殺しているるわきの姿となるわけです、ね、でもまあ自殺ではないというのがまあ後々見ているとわかると。で、えー、菊池の行きつけのバーガールズバーみたいなとこですかね、まあ、そこに行って「いやあ岩木さん本当に自殺なんですかね?」って菊池に聞かれるけど、まあ東は答えず「俺帰るわと」と、えー、帰る。 そうすると帰り道、まあ、偶然ですかね妹あかりに会うと「お兄ちゃん近道してこう」なんつって、えー、松田聖子のスイートメモリーの花歌を歌いながら帰っていくんですけどそこもなんか河原みたいな場所ですよね隣、えー、川が流れてたりしてて、えー、過去の前科ファイルをえ洗い出したりして役関連のあれこれから聞き込みなどをして人気のない廃墟にえたどり着く東と。 で、東が帰ったすぐあとぐらいですか。えー、その廃墟に、えー、隠れて潜んでいる橋爪、えー、廃墟に清弘が来ると。で、そこでなんか鉄パイプみたいなのを倒しちゃうんですよね。で、えー、清弘にばれるんですけど、まあ、ちょっとそこコテコテかなと。そこまでわかりやすいなんかこう失敗じゃなくてもいいかなとは思いますけど。で、えー、屋上に行って、まあ、 橋爪は屋上から清弘に落とされて、まあ、死亡とと。その、えー、廃墟なのでボロいビルじゃないですか。で、あの、ありで撮ってますよね、ビルを。で、その角度と同じボロボロのビルから、今度はキンキンのバブリーな店にほぼ同じアングルでスライドしますよね。まあ、ここもうまいなと。 なんてことないつなぎですけど、僕はこういうの大好きですね。そのボロい廃墟からキンキンのビルになると出ました、えー、これですね。第1回2棟オフィス。また、この2棟のいるオフィスがすごくなんかリアリティあるじゃないですか？で、別に僕裏のこと知らないですけど。 知らないからあのリアリティっていう発言もちょっとおかしいかもしれませんけどなんかこう無駄に広いじゃないですかで何もないじゃないですかデスクも無駄にでけえじゃないですかで何も乗ってないじゃないですかでそこに、えー、2頭がいる、えー、側近の深海がいるで女秘書がいると出ました女秘書ですねまあちょっとあの女秘書についてはまあ後でちょっと語ろうかなと思いますけど でそこに、えー、清広は呼ばれて入っていくと同時に女秘書が立ち上がってあのまあ、ちょっと出ていくっていう感じになります、えー、二刀に呼ばれて、えー、こう言われますね私がやれと言ったのはエモットと岩わだけだ分かってるのかわきまえてますじゃあなぜ橋爪までやったこれから指示のない限り勝手に動くなわかりました帰っていいということで えー、帰っていく清宏なんですけど清宏が出てった後に「新海いざという時あれを始末する人間はいるのか?」と言うと画面はお店喫茶店から出てくる「あいつをやれるのはいるのかこいつしかいない」みたいな。 新しさはもちろんないしよくあるっちゃある表現方法ですけど僕はすごく好きですね。えー、女秘書を演じるのは速、えー、見圭さんっていう、えー、女優さんあのスーパーエキセントリックシアターの小倉久博のお嫁さん奥さんなんですけど今活動してんですかね女優とかやってんのか分かんないですけど元宝塚にいたみたいで。 まあ綺麗,な方ですよ、ね、で綺麗な人がまあもちろん役どころ的に綺麗な人を配置してるっていうのはあるかもしれませんが僕はその,たその意味合いだけじゃないと思いますね、えー。女秘書が綺麗であるっていう理由は。それもまあちょっと後に、えー、話しますけどで、えー、それに聞き込みなどを、えー、して。 堺井の居場所を突き止めてそこに行く、えー、東と。まあ、橋爪死んじゃってますから。で、そこでですね、えー、まあ、こういうやりとりがあります。ざまあねえな、堺井よ。橋爪も殺されたな。誰がやった清宏だ。清宏しかいねえ。清宏なんだそいつは二トンとこの子分だよ。じゃあ、清宏ってのが岩城も殺したのか清宏は外吉だ。 2頭は二刀は清弘に全部やらせてんだな言われてやってんじゃねえやつは殺しが好きなんだ今度はお前の番だよ順番から言いやてめえの番だよバカ野郎あ出ましたバカ野郎 <laughs> というやり取りがあってですねでそこから、えー、まあ帰る東なんですけど歩道橋のところで、えー、清弘とすれ違いますよね。でもお互いまだ見ぬ えー、物同士なので、まあ気づかないと。で、また歩いてると、えー、突然止まって振り返ってダッシュで戻ると。ここの意味はさすがにまあわかると思いますので、えー、まあ戻ってみると、えー、案の定を殺されている坂井ということですね。その後レストランの回転パーティーの絵になりますね。二、え、等、ー、の、えー、表の仕事っていうのは。 レストラン経営ですから、そこに行くとでそこでえ2、ー。二藤と、えー、新海と、えー、清弘この3人の具体的なビジュアルを東は認識するということですね。で、えー、清弘を無理やり。ショッピングために自分で役を持参してガサ入れに行くえー。東と菊池。ここもあのー、無理やり。 一生ピックために行くじゃないですか？そうすると清弘はの部屋の中にあの上半身裸の若い男性がいるじゃないですか。このシーンもすごく、僕はその清弘というキャラクターの危なさを増してる感じでいいなと思いますね。なんか清弘君はジェンダー的にとかっていうことじゃない感じじゃないですか？ なんか変態性っていうかそういうのをすごく強調してていいなと思いますねで、えー、その後、えー、警察に引っ張ってってまあ激しい拷問をするとこの拷問シーンもすごくいいですよねまずまあもちろん具体も映しますけど具体を映す前になんかあの外から映すじゃないですかで中でバーン ドバーンみたいな音が聞こえてきてて、えー、出口出入り口のところに菊池を立たせて、まあ、見張りさせているとなんかあなんかやってるんですよああ何でもないですみたいなあそこもすごくいいしで、えー、まあ殴ったりしてでまあ発砲もするんですよねまあもちろん当てませんけど外して発砲もするでそんな中やってると、えー、清弘にこう言われると兄弟揃ってお前ら外吉かと。 これも,怖いですよ、ね、もう兄弟揃ってって言った時点で「あれ清弘くん」と「妹連れてったかい?」っていうのが示唆されると。でその言葉にもうマックス来ちゃった東が銃口を清弘の口の中に突っ込むもうその辺で菊池をはじめ同僚の人たちがどかどかやってきてまあ止められると。 そのなんか揉めてる時にあの発砲しちゃうんですねまたねで同僚の方かなんかが当たってでなんか無表情で睨みつけている、えー、清弘の目とかもすごくなんてことないまあ表現なんですけどいいなと思いますねまあそこまでやっちゃうとそりゃもうどんな人であれまあ辞表出せって言われますよねで、えー、辞表を出して警察を辞める東辞めた後が またいいですよ、ねまあギャラリーまず行くじゃないですかで絵を見て、えー、その後バッティングやって、えー、草野球見てで映画館行くじゃないですか仕事辞めて、うん、自分の大好きなことを全部やるみたいなシーンがまあ連なると同時に、えー、清弘の手下の3人に回されちゃってるあ,あかりちゃんのその いいって言っていいかどうかわかんないですけど楽しいいい表現とあ回されちゃってるっていう良くない、えー、表現がこう交互に対比されるというところもすごくいいなと思いますね。で、えー、映画館から、まあ、看板を見ると「カリブの熱い夜」かなんかを見たあとっぽいですよね。あ見てないないいカ,カリブの暑い夜も 僕もそれ、えっと、前から見たいなと思ってはいるんですけど、えー、ちょっとまだ見れてなくてでその映画見たであろう出てきた東を後ろから清弘が襲うでとっさにあの直前で気づいて振り向いて脇腹の辺りを、えー、刺される思わず突っさに握っちゃうで、えー、東が頭突きする清が倒れるで銃を出して清弘が撃とうとする 直前に東が蹴って打った球がそれますよねそうするとたまたま後ろににいた OL に当た OL 当るとここも塩田の家にガサ入れ行く時にあの運転手役の刑事が言いますよね「東さん前もガサ入れの時に子供に当たりましたよね」みたいな「そう子供狙ったんだもん」みたいなあのそのシーンに、えー、引っかかってるっていうか、えー、かかってるシーンだと思いますね。 そうすると、えー、その隙にお腹を押さえながら東が逃げるとで多分音からするとあれボーリング場ですかねボーリング場のなんか裏手あたりでもう痛いし疲れたということで、えー、そこに佇たずむ東とでそこに清宏追いつくですぐ殺せばいいものを清弘ですから。 えー、刺されて痛がっているお腹のの辺りを足でグリ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 やるで顔を3発蹴るで、えー、さあ殺そうってなって銃を向けた時に、えー、東はナイフで撃たれる直前のその隙に清宏の足を刺してで、えー、清宏の弾丸も外れてでその隙にまあ逃げるという状況になると。そしてですね 映画館出てきて、その後逃げて、十番目ですか？十、えー、番目、第二回二等オフィス、秘女皮書。まああの二回目の、えー、二等オフィスの時には、えー、女秘書の姿はありません。で、えー、そこで何を言われるかというと、まあ,あ二等から首を宣告されるっていうことですね。清弘が。 刑事を、えー、襲って妹を回したそうだな一体どういうつもりだあいつを泳がしてたらいずれあんたは破滅しますよ私を破滅させようとしてるのは貴様だ私にどうしようしろって言うんだお前にできるのかお前を殺したいぐらいだよと言ってからの2頭の招き猫パンチ5発ここもまあ 本当に印象に残るシーンっていうか招き猫パンチって言うともう僕世代だと完全にミッキー・ロークが頭に浮かびますけどあのダメダメパンチもすごくもう初見時からインパクトがあって印象に残ってますねでですね殴られてあのキヨヒロ血が出るじゃないですかですごく寂しそうな顔でト頭を見るんですよねなんかあの目を見てるとあれ 清君と二頭に惚れてんじゃねって思うような感じがちょっとしますよね。そしてなんか二か頭はハンカチ出してあの清宏の血を口についてるあの血を拭いてあげたりしますよね。え何この BL 感みたいな。でまあ口を拭きながら私の前に二度と現れるなと言われてしまう、えー、清宏と。でここも僕は。 う、えー、まあ、いなと思いますねなぜならあの警察に、えー、辞表を出して辞めた東と、えー、二頭にもう来るなって、まあ、首を宣告された、えー、清宏っていうのはどっちもお互い、えー、平等っていうか同じ立場になったっていうことですよねここはね。その後裏ゲセ戦屋で拳銃を買う東。 あそうか言ってなかったですけどその拳銃をね裏で売ってるゲーセン屋みたいなところがあるんですよねで、えー、拳銃はじ辞表出しちゃったので持ってないのでそこで買うと、えー、次11番第3回二等オフィスまたしても女秘書はいませんここあれですねもうあの腹を決めた東が二等を殺しに行くとで、えー、東さん 私を疑っってているようですすが何か勘違いなさってますね私は知りませんよあいつは外吉ですからじゃあと言って二頭が立ち上がると、まあ、寸前に東がまあ三発撃って二頭を殺すとで、えー、側近の深海唖然とするだけども東はもう一切深海とかは見ずに、えー、歩いて出ていくということになります。 で、その、そこで、えー、新海が清弘に電話すると、今、こういう状況になったから、次はお前んとこ行くんじゃなかろうか、みたいな、まあ、内容だと思うんですよね。まあ、そこ、具体で、やっぱり、ここもないですけど、そうすると、えー、電話、清弘の、 電話を取った清弘の後ろで手下3人がサッカーゲームかなんかで騒いでると。で、もう役付けにされちゃった明かりが薬ちょうだいみたいな感じで清弘に絡むとなんか「フィー!」みたいな <laughs> もう規制とも怒鳴り声とも何とも言えないような声で明かりをこう払いのけますよね。その状況を見て、まあ、手下3人が凍りつくと。でえー なんていうんですかね、おかまちゃん的な役所の手下の一人の片平っていうんですかね。あの冗談じゃないわよこん。って言った直後ぐらいにバーンって撃たれて、まあ死亡すると。で、その後の、そのなんていうんですかね、清宏の,あのトランクをこうガーって持ってきて、あの拳銃を出しますよね。でそこでのあのセリフが、この女の兄貴が来る。 これかから殺し合いになるかもな。るもお前ら女回しといて逃げる気じゃないだろうな逃げたら俺がお前らを殺すからなどっちにしろお前らみんな死ぬかもしれないなって言うんですよ。ここも怖いですね非常にまあ怖い2より僕は清のが怖いです。なのでやっぱり清弘は2頭に惚れてたんじゃないですかねなんかねと思いますね。 ここで、えー、岡間ちゃんんが殺されるんですねで、まあ、銃をこう投げてこの銃でお前らも戦えようみたいなことなんですけどで、えーまあ、その状況にあ、まあ、ビビっちゃったもう一人の、えー、上田という清弘の手下があ銃を取って後ろから清弘に3発食らわすと。だけども肩とか腕とかに当たって、まあ、死ぬまではいかないと。でえー、倒れた を拾うしばらく倒れてるんですけど突然起き上がって、えー、その、うん、と上田を打ち殺すとでそこまで行くともう一人残った手下の進むちゃんがもう居ても立ってもいられなくなって、まあ、走って逃げていくとそうあの隠れてる場所っつうのは倉庫なんですかねあの倉庫内に、えー、逃げる足音進むちゃんの足音が響くで重たいあの ドアを扉をガーって開ける。そうすると逆光で光が差し込んでくる向こう側からドピシュッってなってススムちゃんあっけなく死亡を。そうするとアズマが立ってると。もうここのアズマの出てあの最後のバーサスシーンの登場アズマ登場シーンがもう最高にかっこいいですよね。もうヒーロー来たりっていう感じ。 でもその後はもうあの打ち合いになってしまいますのでまあ僕が語ることがあんまりないというかまああそこはあそこでねもちろんそのやっともう一対一の本当にあのその強者同士の戦いっていうところでもちろん大事なシーンではあるんですけど、えー、東が勝ちますと。で、えー、打ち殺して清宏、えー、死亡と。で うなだれた清弘の後ろの柱の向こう側から「薬薬」みたいな感じであもう薬中になっちゃってる妹あかりが出てくるとでしかも兄の自分の存在にも気付かず「薬薬」なんつって清弘のポケットをまさぐるとでそのシーンを見てまあ言葉がないと結果東妹を撃ち殺すってなりますね。 でそこから、えー、カラーンって音がしてあ拳銃を多分捨てたんでしょう振り返って、えー、歩いて帰ろうとする東なんですけどもうすぐドア扉のところに来るっていうあたりでいきなりドキャンっつって頭を打ち抜かれて東死亡と。で撃ったの誰かしらっていうまあシーンじゃないですか。そそここのの中にに電気がついて、えー、そこにいてたのは 深海ということででそこで深海がドイツもこいつも外基地だって言うんですよね僕これがなくていいんじゃないかなって思いますねむしろ電気もつけなくていいと思いますここだけかな、ちょっと気になる点はって言ってもそんな別に気になるほどでもないですまあ他が素晴らしすぎるので僕はもうあの暗いままで、えー 倉庫の外側からのショットであのちょっとしか空いてない隙間からあ深海が出てきてすぐ吐けちゃう。で見てる我々がああ深海だったのかって思うぐらいで十分なんじゃないかなって思いますね。さていよいよです。って頭と同じく 同じ橋同じ曲で今度は菊池が歩いてくるとまあこの地もすごくいいなと思いますね。で、えー、まあ12番ですね「第4回二頭オフィスと」とまあ二頭死んじゃっててもういませんけどそうすると「あれ、えー、最後なので女秘書はいます」当然ね。でえー 二頭が座ってたあの無駄にでかい机には真海が座っているとで菊池が入っていきますよねそうすると固タイプしていた女秘書はもうあの入ってくるところから目で菊池を追ってしっかり見てんですよねで、えー、まあ真海が手でこうちょちょって合図して女秘書がある封筒を真海のところに持っていくと。 まあどう見てもそれ相応の量の札束が入った封筒をまあ持っていくとでそれをえ新海がスーッとこう菊池の方に押して、えー「岩木の代わりでいるのかね?」って聞かれると菊池が「バカバカじゃないですから」とバカ満点の顔で言いますよね。ここも僕は最高だと思います で、えー、札束入りの封筒に菊池が手をかけるところもあの奥側から女秘書はしっかり見てんですよね。で菊池はお金を内ポケットに入れながら歩いて出ていくんですけど女秘書はまた菊池が自分の目の前を通り過ぎるところまでしっかり見ててちょっと目線からもう首曲げないといけないかなぐらいのところでギリギリぐらいまで見てて タイプライターっていうかあのノーパソの方にこう行きますよね。まあすごくいいですね。で、あのカメラのアングル的にはそのまあこっち側から撮っていてもうラ,ラスト最後の最後ですけど、えー、深海女秘書菊池っていう並びになっていて、えー、真ん中の女秘書にすごくアップには行きませんけど、あのちょっと寄った状態の絵のところで。 ストップになって下からエンドロール上がってきて映画は終了となるとなぜ女秘書の絵で止めてこの映画が終わっているのかというところですねまあこの、ね、タイトルよりも僕大きく書いた女秘書がまあ何かっていうことなんですけどまあ女秘書は当然のことながらここで働いてるけどこの会社 なんかやってんなと絶対裏の仕事だなっていうのは分かった上で働いてるじゃないですかまあ種類は違えど分かっていながら何かやっちゃうっていうことは生きてると我々あるじゃないですかまたは裏のもの裏の裏世界ってみんな興味あるじゃないですかまあ、もちろん僕もあるし 一般論としてみんな好きでしょ多分なんか探偵ナイトスクープだの裏社会なんとかだったらとかなんかそういう番組もいっぱいあるしそれこそそういう動画だっていっぱいありますよねで、えー、まあ、4回来るニトンオフィスの中で2回目と3回目だけ女秘書はいないんですねで2回目と3回目はどうだったかっていうと2回目の時はキヨヒがクビになるところなんですよね で3回目っていうのは2頭を東が撃ち殺すとこなんですよね。ということはどっっっちも具具体体じゃななないいいでですすか。具体的こことが起てててるっていう時は見てないんですよ。だけども菊池が来たりする時っていうのはめっちゃン見するわけで次々ああ岩木刑事が来た時も秘書は見てたんだろうなと。なので次々代が変わっていく時にあの女秘書はそこのシーンは見る。 っていうのが表現されていると思うんですねつまりは女秘書って多分我々一般人全体のメタだと思いますなんだろうなもっと端的にまあ、端的に言えてるかどうかは分かりませんけど何も言わない何も見ないだけども見たいところだけは見るそして綺麗な顔しているそんなお前らが一番外吉だバカ野郎 で監督は言ってるんだと思います僕はラストカットはそう解釈してますねそんなとこですかね、えー、キャッチコピーねこの映画のキャッチコピーがあったみたいで子供には見せるなだったみたいですまあ、今にして思えばですけど子供に見せた方がいいんじゃないですかねありがとうございました長くなってすいません